身長ビヨン医師学科学生整形が専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊で、ね、身長に関することを対処していきたいと思います。身長の人は人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日なんですけど、ズバリなんですけどね、クリニックの選び方、病院の選び方について説明させてくださいとで、まあ、身長のことが少し気になったんだけど、病院をどういうふうに選べばいいのってところで、まあ、当然ね、私のクリニックまで来ていただければ一番いいと思うんですけども、なかなかそういったわけにいかないとか、まあ、もしくはそもそもだけどうちのクリニックに来たらいいのかとか、いろんなこと皆さん思ってると思うんですけど、どういうふうにして病院とかクリニックを選ぶべきなのか、そこについて説明させてください。結論から言うと目的によりますってところになります。例えばなんだけど、まあ、身長が低くて何か病気があるんじゃないかっていうことが心配っていう場合だとすると、逆にうちのクリニックに来る必要はないです。なぜかというと、そういう場合は普通に保険診療が効くので、保険で受けていただけるという形になります。まあ、都内だと子供だとね、保険負担額0円ってことで、まあ、すごくまあ安いですよねってことで、であとはその病気か否かに関して言うと、まあ、比較的まあどこの病院でも検査ができるというか、まあ、ある程度の知識があればいいので、まあ、普通その身長を少し専門としてるみたいなところでいけば概ね検査できますよ。病気かどうかってことであれば、普通に変な話、まあ、近くの病院で、そういうふうにまあ身長を少しでも専門というふうに書いてあれば十分だと思います。で次ってことで、まあ、変な話だけど、それでまあほとんどの場合が病気じゃないわけですね。で病気じゃないんだけど、どうしたらいいかなっていうところが、ここがすごく重要で、まあ、一応ですね、まあ伸び伸びナビっていうのを、ね、概要に貼ってますので、まあ、そういったところを見ると、全国でどういったところで身長の外来が受けられるかとかが一応検索はできたりもします。そこで結構重要になってくるのが、やっぱりそのすごく難しいところなんですけども、通常のお医者さんっていうのは、男の子でいうと160センチに行くかいかないかぐらいのところ、マイナス 2SD と呼ばれるところ、そこが到達できるかどうかっていうことが興味の対象であることが多いので、163になってからもう何もしなくていいよとか、そういうことも結構言われるケースも多いです。あとは私の経験上なんですけども、最終身長をしっかりと、明記して感染をお伝えしているクリニックってほぼないと思います。もうおそらく私ぐらいだと思うので、やっぱ本当はそういう風なところまで、しっかりと明示できるクリニック、そういったところがいいのかなとか思ったりもしますし、まあ、あと当然ですけど治療件数というか、そういったライン件数というか、まあ、患者数ですね、患者数がしっかり多いところ、そこは当然重要ですし、まあ、そういったところも注意点と、まあ、例えばなんですけどクリニックの選び方ってことで、春季早発症みたいな場合だと、まあ、比較的まあ大きい病院とかで、リュープリンって注射を受けたりするケースが多いと思うんですけど、そういった場合もこう自由診療の成長ホルモンと組み合わせることですごく身長を伸ばせますので、まあ、そういった人は、ぜひ自費の、いやそういったのを一度検討してもいいと思います。まあ、ちょっと今日ね、まあ、選び方とか他の点からまとめていくと、まあね、どの病気というかどのジャンルでも同じで、やっぱりそのいや盛んなところ、例えば、美容整形とかだとね、鼻の整形いっぱいやってる先生とかでやっぱ鼻整形したらいいし、包茎してる手術いっぱいしてるところで包茎したらいいしってことで、まあ、身長も同じで身長治療が盛んなところで、まあ、治療されるといいかなと思うので、まあ、ぜひ参考にしていただければと思います。今後もですね、全身全霊で、ね、身長に関することを大事にしていきたいと思います。身長の話した人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。